はい、皆さんこんにちは。プロセス増刊号の時間がやってまいりました。本日も素敵なゲストに登場いただいております。 2W より吉田愛斗選手、中修馬選手です。いいよいいよ。もうね、お二人がやっぱ来ていただけるとですね、このベルトの輝きもプロレスで編集部光ってますよ。プロさんのじゃないけどね、これね。その前にあるんですよ。プロさんのじゃないけど、ちょっと誰のっていうとちょっとね、あれなんですけど、まあ、いずれまたね、中選手がまた手に入れるっていう可能性もね、ありますよね。もちろんそう。はい、ということでですね。そういうことで目の前に置いてる。予告ですね。予約しておくことですね。今回はですね、2AW のですね、旗揚げ3周年記念大会、こちら6月26日、TKB ガーデンシティ千葉で行われる大会での告知に来ていただきました。ですね、もう 2AW いよいよ3周年ですよ。はい。どうですか、お二人、この3周年振り返ってみて。いやー、3周年、情けない感じになってますね。情けない感じになっている。これは冒頭から厳しい言葉になってますけど、その心境はいかに？なんかその、はい、2AW って名前も変えて、はい、なんかいろいろ変えながらこう引っ張っていこうって自分はしてたんですよ、元チャンピオンっていうのもあるし、うん、まあ団体のエースっていうのもあって、はい、そういうの考えてやってたのに、うん、周りがまあ動かんというか、なぜか知らんけどそのままを維持しようとするやつらばっかりで、それが今も3年経っても変わってないなっていう、情けないなっていう感じですね。なるほど。中選手いかがですか？自分は旗揚げした時はまだデビューしてなかったんですけど、はい、逆にでも自分は別に旗揚げした時の思いとか知らないんで、今そのでも一応おったやろ。おったおったおったやんな。いましたけど別に何も別に知らないです。そう、それどころじゃないみたいな。はい、はい、でもそのいや、まずそのやっぱ旗揚げ3周年って言っておきながら、ベルト、シングルのベルト、タッグのベルト、うんうん、2つあと目打たれてんのが、うん、ラストマッチが2つ、そう、ね、3周年にして、うん、どうなってんのっていうあれだと思うんですけど、うん、いや2人おらんくなって、そうですね、うん、まあ1年で4人いなくなってますし、うん、まあていうか 2AW になってからで言ったらもう6人ぐらいかな、これで、うん、まあそれぐらいですね。それがまあ3周年、3年やってきた現状、うん、結果がそれなんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあでも逆に自分たちの言ってることからすると、まあそっち側がやめていくのはまあそうやろうって感じはするし、うん、そうやろうっていう感じ、うん、でだからこそこっちが勢力拡大していく、うん、もう絶好のチャンスがこれからどんどんね、うん、広がっていくんじゃないって思ってます。やめるぐらいならな、俺らのとこに一回相談しに来たらいいのにな。思わせうまいことやったのに。でも多分それはそれで嫌なんでしょうね、うん、プライドが、小さいプライドあって。まあそうですね、それがまあ単純に俺らが嫌われてる。それぞれね、選手によってやっぱりいろんな条件というかね、自分の中でやっぱり、うん、今後進んでいかないといけない道みたいな、やっぱりそれぞれ苦渋の決断されていったと思いますけれども、ちょっとね、今日今冒頭から厳しいお話いただきましたけども、うん、でもそれがゆえに、まあ、ザ・ルールを結成して 2AW 改革に乗り出したという部分ではあるんですよね、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあ自分たちこそ一番アクティブなユニットの、うんはい、なんで、うん、ピュアな見方をしてる人間からしたら、うん、俺たちそのザ・ルールっていうユニットがどうしてもその名案で言ったら案の方に見えるかもしらんけど、うん、明らかに俺らが名なんよね。そうそう、俺らについてきてたら絶対もっと 2AW 変わんのにっていうのがあって、うん、多分それをうちの人間が理解してないのかな、うん、2AW の人間全員がザ・ルールぐらいになったら 2AW 変わるんじゃないかなっていう、はい、そうですね。まあ、変わりだすって言ったら、まあ半分超えたぐらいまでいったらそりゃ変わるやろっていうぐらいじゃない。そうですね、このこっちが正しいよっていうのを理解してる人間が今こっちにおるわけで、うん、それが全然中のメンバーにおらんから、うん、自分たちが保守って思える人材になってるのかなっていう、うん、じゃあ保守と改革派の戦いみたいな部分もの後ろには隠れているという部分もあるんですかね。どうなの、むしろそれが一番でかいのかなとは。守ってる側ってやっぱ正義に見えるんですよ、うん、好きやなそれ。え、うん、好き。いやいや、それはでも相当そうじゃないですか。いや、うん、もうほんまにそうやと。なるほど、自分たちがこの 2AW で守ってるからって、うん、そういうふりしてるだけで、うん、実際それ衰退していくだけやでっていう。まあ、それがでもザ・ルールの行動規範になってるんですね、向こうの、まあ、俺ら以外の
ほぼそうか、15人ぐらい女か、向こう側って言ったら、うん、その人たち全員が言ってるその守るを続けてたら、うん、守るどころか多分この団体一つ潰すんじゃないかなっていう、それをね止めてあげようというこの救世主っぷり、うん、素晴らしい、なるほど、これぞエースよね。いやでもね、まさによね、素晴らしい。でもあの考え方、僕ね実は今日ハッとしました、今言われて、ザルール、そういう風に考えての上でのやっぱ行動、うん、やっぱそういう風に皆さんがね、あの保守勢力との本当の意味ですごい戦っているのが、うん、今日来ていただいているお二人を中心としたザルールだったということですね。今日はなんですけど、 2AW タッグ選手権試合では吉田選手がエクシリオ選手とこのベルトをかけてですね、大日本プロレスから岡林雄二選手、そしてチチャリート翔輝選手との、対戦が決まっております。そしてタッグマッチとして中島選手は城柴拓磨選手と、タッグを結成して本田M選手、チャンゴ選手との、対戦が決定しているというところで今日来ていただいてるんですけど、その前段としてね、6月12日の大日本プロレスと 2AW の合同興行のビッグアドバンスで横浜ショッピングストリート6人タッグ選手権、これでですね、岡林選手、中野上選手、チチャリート翔輝選手が、まあ、王者組で、吉田選手、城島選手、中島選手がチャレンジャーという立場で行ったんですけど、中島選手この時のパワーボムエグかったですね。そうですね、だからその振り下ろされる、はい、風まで感じて、もうあとはもう知らないですね。いやもうね、あのバウンドしてましたし、あの本当に一言で言うと超強力なパワーボムを受けて、あれ多分ご本人半分意識がない中でコメントスペースまで戻ってきたんじゃないかなと思って、あれ多分俺じゃなかったら生きてないもう最後フラフラでしたもんね。いやでもあの試合はもう岡林よね。そう、岡林ってもう頭ないからあの見た目そのものの、ほんまあの、はい、何殻だけで動いてるタイプやから、はい、なんてやろう、確かに想定外ではあったよね。そうそういう点ではね、ちゃんとなんかパワー思ってたより超えてきた感すごいんですよ。パワー超えてきたもあるけど、なんか思ってるよりアホなんやろな想像以上に想像以上にアホでそんなことあるんやみたいなことよね。そう、結果やっぱだからピッサリさんの印象が残っちゃったんじゃないですか、うん、あっち側のチームで言うと、チャーチーは。でもチタリドさんもそういう部分ではなんかそれに水を得た魚のような動きでなんかねやってますもんね。うん、いやでもやっぱりだってあの試合でもチチャの印象って多分足引っ張ってた印象がすごい強いと、うん、でまあそれをね、味方や言うて偉そうにしてますけど、あれじゃあね、劣化版のスネ夫ぐらい、劣化版のスネ夫非常になんか厳しいことを言ってますちょっと面白いちょっと面白い言い方をされますでもあの本当にね、やっぱそういう部分では2AW タッグ選手権ではチチャ選手もやっぱり挑戦者として岡林さんとタッグを組んで、このチャレンジしてきますけど、吉田選手的にはその辺は迎え撃つ姿勢的な印象はいかがですか。いやどうしてもその、まあ、実力不足しかなくて、うん、唯一チチャがこのタイトルマッチへの2ヶ月だけで言って、その他の誰よりもしつこかったぐらいかなっていう。しつこかったという印象。それでそのしつこくて、うん、まあタッグベルトになぜか執着して、うん、ずっと声を上げてたっていうだけで、うん、まあもう一組仮に声を上げたチームがいたとしたら、まあそっちが多分チャレンジャーになってたしっていう、うん、そのタイミングだけかな。なるほどね、タイミングだけでなんとかここに来たぐらいで、なんかそれを覆せてないなっていう。ということはやっぱりまだ認めてないという。全く認めてない。まだっていうか認める必要あんのかなっていう。うん、試合後の、ね、コメントでもやっぱり結構厳しい、チチャ選手に対する厳しいコメントっていうのは続いてますけれども、チチャも俺に認められんで別にいいって言ってたし売り言葉に買い言葉的な感じですかね。やっぱね、チャレンジャーなるならチャンピオンの視界には入るぐらいなった方がいいのになって思いつつも、うん、まあ本人がそこも諦めてるから、うん、魅力がないなっていう、逃げてんなっていう感じかなっていう。なるほど、まあ王者組からするとそういう風に今目に映っていると、うん、ちなみにエクシリオ選手との そのコミュニケーションっていうのは、まあ、対戦相手に向けてはどういう風に取られてるんですか。エクシリオは基本的に普段は
会わなくて、どこにおるかも知らんし、うん、何してるかもわからんし、うん、何も話してこうへんから、はい、正直よくわからん存在やけど、まあ自分がなんかこうしてくれ、うん、ああしてくれ、いついつ来てくれっていうのには全て答えてくれ、うん、そこはもう素晴らしい素晴らしい素晴らしい、いや、エクシーほどこのタッグパートナーとしてもう完璧な存在ね、うん、素晴らしい100点のパートナー、ね、もうマジでマジで100点満点で、もう本当に 100% 信頼していると、その正直、はい、どこ見てんのかもわからんけど、うん、リング上で、うん、よっしゃ来いエクシーと思って、うん、あのエクシーの方を見たらエクシーは自分のこと必ず見てて、その時にはあの必要な時には来るんですよね、ちゃんと。はあ、いや、まあ完璧ですよ、一心伝心ですね、完璧ですよエクシーは。なるほど、最高のパートナーです。あ、そうっすか。いや、でもそこまでなんかやっぱり認められてるからこそ、あのやっぱベルトっていうね、あのものが手に入ってるっていう部分もありますよね。でも多分ルールのメンバーなら誰と組んでもベルトは、はい、タッグベルトは取れてたとは、うん、あの時やっぱエクシリオを見つけて、うん、エクシリオを引っ張ってきて、うん、あのエクシーにあのベルト取りに行こうぜって絶対取らせたるからっていう約束のもとエクシーをその時は選んだだけで、うん、正直まあもちろんプーさんと組んでも取れるし、うんうん、あの吉田入江なんてもうもちろん、うん、吉田アダムももちろん、うん、で吉田城芝に関してはまああの名前変える前なら取ってるし、うんうん、まあ、誰とでも行ける中でっていう感じですかね。ザ・ルールは本当そういう点ではチーム力があるんで、うん、タッグみたいなこういうタイトルは強いなって思いますよね、うん、そしてあの中選手はあの本田歩夢選手、チャンゴ選手との対戦が決定してますけども、はい、このあたりいかがですか。ああ、本田チャンゴはだってもうあれですもんね、チチャリートに売られられた組、うん、その残念ながらパートナーと思ってたら、はい、岡ちゃんと選んじゃったって、ね、ずっと本田なのかチャンゴなのかって、 っていう感じでやっててもう選ばれなかった男たちですよ、だから言うでしょ、うん、バグズ終わるんじゃない？バグズこの日、ピッサリこの日、この日で本当に終わったらすごいなんか悲しい部分もあるけど、ちょっとスッキリする部分もあるのかもわかんないですね。最後しっかりね、うん、過ごして。だから俺たちが間違いなくチチャから取るわけで、はい、そのチチャから取った後のその本田ちゃんごはどういう気持ちなんやろね。自分たち選ばれなかったのに。選ばれなくて負けて何これっていう。ある意味対戦相手のあの二人にとってもちょっと今後を占うような一戦になってきてるっていう感じですよね。うん、そうですね。まあでもね、やっぱり中選手はそういった部分ではピリオドを打つための戦いとして、ぶっ潰しますよ。そうですよね。ちょっと気合が、うん、まあ、ある意味すごく入ってきたなっていうところがあると思うんですけど、まあそんなお二人にですね、やっぱザルールというユニットについて、まあいろいろと質問していきたいなというふうに思います。ザルールの中にルールってあるんですか？ないんじゃない？ないですね。ルールは特になし、一番ないんじゃないですか、うん、一番ルールなんですものに縛られてないね。そうですね。そんな自由、自由にしてるけど、その根っこに同じ思想を持ってて、うん、一緒に行動を共にしてるっていうだけで、自由であれともないですよね、うん、だからこうしろああしろって言ってるわけでもないし、うん、全く一緒というか似たようなやつらが集まってってるっていうなんですかね。だから別に志を、まあ、一緒にした人たちが自然とこう集まってきた感じですね。そうですね。なんか LINE グループみたいなのが作ったりしてるんですか？LINE グループはあるけど入ってないね。ないですね。みんな入ってない。じゃあ吉田城中の LINE みたいな。そうですね。そうなんですね。名前だけですね。名前だけ。名前だけなんですね。一応あることはあるけど、うん、吉田城中が3人で話してるだけ。なるほどなるほど。エクシー LINE 知らんし。エクシー自分だけなんで、ね、あ、そうなんですね。まあ、だけどね、そのザ・ルールが今主張している、まあ、自分たちがルールだっていうところに関してなんですけど、今後のイメージとしてザ・ルールとしてこうしていきたいっていうのは何かあったりしますでしょうか。はい、まあまあほんま一番最初に言ったことがもうほんまそれが全部とは思うけど、うん、あいつらは具体的な行動に何も出れてなくて、うん、ほんま何も変わらんままやから、俺たちは俺たちが動いて変えていくことによってその 2AW という団体をもうこのままやとまあ俺たちのものにするくらいかな、うん、なるほど。でもなんかザ・ルールが導く 2AW の新しい未来像みたいなものは、うん、見てみたいですし、逆にザ・ルール工業っていう部分なんかでもそのなんすかね、未来像が見れるような部分なんかもちょっと期待はしたいですね。今
のまんまやとマジザルール工業の足引っ張りそうやからあいつらいらんよな逆にもいらない。まあ入江アダム、うん、エクシーみたいに、はい、ちょっと外見たら、うん、いいレスラーなんていっぱいおって、はい、まあそっちを優先しちゃうね。そうですね。それを使いたくなっちゃうもんね、うん、なるほどなるほど。でもまあそのあいつらに分からせたいっていう意味では、うん、まあまあ使うのかな、うん、なるほど、うん、結局あそこが変わらんと。なるほど、ね、自分ら一生足引っ張られるし、うん今後の例えばサプライズ的な部分というのはまだ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 ちょっとあるんですね。まあ、今ずっとそれはもう水面下で動いてますよ。それはもちろん自分たちは常に見ててもらえれば、まあね、メンバー増員も含めてあの新たな動きみたいな部分とかも含めてなんですけど、やっぱザルールに期待したい部分というのはやっぱりあの、まあ、今度誰が入ってくるのかなとか、あのどういう風な展開に持っていくのかなとか、ちょっとやっぱりそういうなんすかね、今回思想っていう部分がすごい響きまして、その思想で、まあ、球体以前の 2AW っていうのを打破して、新しくしていくっていうところはすごい楽しみになってきましたっていうのをうちの人間が思ってくれるといいですね、はい、そうですねそうですね、まあでも3周年、旗揚げ3周年なんで、ある意味ちょっといいきっかけにはなるのかなと思うんですよね。あとはどっちの思想をファンが支持するのかっていうところもすごく大事だと思うので、やっぱそのイデオロギー闘争じゃないんですけど、そこもなんかちょっとこううまく具現化しながら、なんかお互いのバトルを見ていきたいですね、うん、こう考えて動いてる人ほど、まあ、ルールのことはよくわかる、理解できるだろうし、うん、見てる人もそうなんじゃないですか、うん、選手もそうだし、見てる人もこっちについてくる、まあ、それが少しずつ明らかに増えてきてるしね、うん、でもちろん自分たちザ・ルールっていうユニットはそういうちゃんと理解して分かってる頭のいいファンというのはちゃんと取り入れていくんで、うん、その人たちには返せるものは返していくしね、もちろんね。 いいですね今それはもちろん何でもかんでもそこをお前らは違う、お前らは違うって突っぱねて、うん、嫌ってってしてたら、それこそあいつらと一緒になっちゃうもんな、ね、受け入れるあのキャパがもう、うん、向こうとは多分違うんで、うんうん、向こうはほんまにその子が小さすぎて、だから変わんないんでしょうね、うん、3年目なのにね、固まっちゃってる、うん、これやっぱり実力行使が基本的には一番、まあ、一番いいやろうと思って、まあ、リング上でやってるのはもうまさにそういうことで、はい、あの分からんやつは分かるまでやっつけ、分かるまで潰してるっていうのが、まあ、プロレス的には一番正しいですねやられた敗戦を重ねて痛みを重ねていく中で、まあ、向こうがもしかしてって思ってくれたらいいんじゃないですかね。なるほど。実は向こうの方が正しいんじゃみたいに思ってもくれたら、うん、心を痛めてまでね、人をいたぶっていかに分からせてあげるかっていう、こんな本来ね、うん、自分たちの本当はそんなのやりたくないのにね、あもうやりたくない、優しい、かわいそうだな思わそうね。なるほど、いい子やのに。いや中川選手いい子ですねそこは、いい子やのまあでもね、今回本当にその3周年というところで、ああれ豊田会長こんな、うん、ちょシャシャリ出てるな、んでらっしゃいますねシャシャリ出てる、あんまでも豊田会長ポートレートなんかも非常に今売れ行きがいいという噂を聞いてますけどいいかあれキラキラになったからねポートレート、うん、キラキラになってる加工されてる、いやだからずっと、ね、ずっとおるけどな、売店に売店にずっとあるけどな、そうですね残ってるけどな、まあでもね、やっぱりこういうあのその3周年というところで、まあ、ザ・ルールというユニットが結成されて、今改革のもう本当に嵐を巻き起こしているというところでは、やっぱ今後の 2AW でもザ・ルールを中心に変えていけるような形を見ていければと、でなおかつ今回に関しては、あまあ外敵、大日本から岡林選手が、まあ、あのこのタッグ選手権ベルトに名乗りを上げてきておりますので、まあ、ちょっとなかなか手強い相手ではありますけども、それも、まあ、岡林雄二は、なるほど、岡林雄二はもともとそういう目で見てたし、はい、岡林雄二は別に下には見てなくて、うん、思ってたよりアホやったなっていうだけそこに関しては何も変わらずで、うん、人が増えたらそれはちちゃの負担は、ちちゃの負担というかむしろ岡林の負担なんかな、そうは減るっていうだけで、次はもうもろに、うん横にちちゃしかおらんっていう状況の岡林はどう出るのかなっていう、なるほど、こんな風に
思われてるチチャはどうそこを変えていくのかが、まあ、楽しみかなっていう。大体隣には頭脳のやつが来るもんなんですけどね。アホにアホきちゃうんだよな。そうそう、力あるアホに力ないアホついてる。めちゃくちゃ悪態ついてるじゃないですか。ものすごいね、ちょっと悪態が出ましたけれども、ね、多分ザルールのその思想がどうのこうのってさっき言った中で一番遠いところにおるもん、うん、なそうだね、な思想そういうのが投げても返ってこないし、他がバンバンこうザルールの良さに気づいて仮に入ったとしても、うん、最後の最後まで向こうにおるから多分全然気づかないタイプですね。やろな。じゃあ、せっかくまで最後お二人締めていただいてもよろしいですか。はい、はい、まあ、この3周年のこの大会、このプロレストゥデイを見た人間、そして TKP を見た人間の中で、うん、同じ思想を持ってザ・ルール軍団が増えるようなね、大会にできたらなと思います。 TKP で、うん、なってくれザ・ルールになってくれみんな。ありがとうございます。中選手どうですか最後。そうですね、3周年つってやっぱ背広着てる人間がこんな前出てきたらあかんで、来年4周年の時にはそこに中修馬がいると思うんで、うん、腕の組み方ちょっと練習しとくんで。そうですね、そうで、TKP はまあ自分たちが締めて、うん、ハッピーエンドで TKP 終わるんで、うん、見に来たらいいと思いますよ。いや、うん、そういうこっちゃ、そういうことです。はい、まあ、ありがとうございます。ちょっとね、今日は本当に刺激的な言葉がたくさんいただいたので、プロレスデー的にはすごく面白かったですよ。ありがとうございます。ということで皆さんですね、これからも2AW そしてザ・ルールの、団体改革を楽しみにしていただければと思います。今日はお二人どうもありがとうございました。じゃあ皆さんこちらで失礼します。おいしそうに。